日本三重県飛橋大民西町大民西町は三重県飛橋の町。鴨川河口を干拓して造成した土地で大民東町とともに飛橋の新市街地をなす。住民基本台帳に基づく2019年10月31日、現在の人口は525人、2015年10月1日、現在の面積は0.358509288平方キロメートル。 郵便番号は517-0023である。戸ば市の中部、鴨地区の北部に位置する。干拓地であり、鴨川河口の右岸に位置する。町域のほとんどが、新興住宅地であり、戸場ショッピングプラザハローや、三重県立戸場高等学校グラウンドなども立地する。西から北にかけて鴨川が流れ、安楽島橋で、戸場五丁目と結ばれている。大東町の鴨川水面は、 鳥羽港の一部であるが、港湾法に基づく運輸大臣の認可する港湾区域は鴨川最下流道路橋下流の河川水面であるため、安楽島大橋より上流側の大民西町は鳥羽港に含まれない。東は大民東町、南は安楽島町、船津町、西は鴨川水面で船津町、鳥羽5丁目、北は鴨川水面で鳥羽5丁目、 飛ばし定目と接する。大民東町との境界を三重県道750号、あごいそべ飛ば線が通る。鴨川河口の湾曲部にあたる大民西町、大民東町は、起伏に富んだ基盤となる岩盤の上に、軟弱な粘性土層が厚く堆積した地層をしており、その上に森土を行って造成した土地である。完成当時の大民地区の平均標高はプラス点八三。 メートルだったが、2008年現在の平均標高はプラス1.6から1.7メートルほどと平均約3メートルの地盤沈下が発生している。大民地区の建築物は建設時点から地盤沈下を見越して区域層を施しているので、建物への被害は軽微である。また標高が低く、川口部に位置するため、津波や高潮による浸水被害や、 軟弱地盤による地震時の激しい揺れが懸念されている。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鴨川川口部事業会始前の様子、一帯が水面であることがわかる。出展、アメリカ軍、鴨干拓地完成したものの放置されていた頃。出展、国土交通省、国土画像情報大民東町と、 大民西町赤い線で囲まれた左側が大民西町出展国土交通省国土画像情報平地の限られる鳥羽市では埋め立てや干拓によって面積を拡大していった特に島群鳥羽町に隣接する鴨川川口部の鴨村北部は明治時代から注目されていた 最初に事業を企てたのは、尾脇菊三郎であり、1903年に立案、実行したが、1909年に尾脇が死去したため事業は中断した。次に、菊三郎の娘婿である、尾脇家作りが1918年に埋め立て置きと、下が観光を見ず、続いて、昭和戦前期に、神戸成功所が埋め立てに乗り出したが、太平洋戦争に突入したため、中止となった。 三度の頓挫を経て、1951年に農林省は食料増産を目的に干拓計画を立案し、1964年に55、長部を干拓して事業を終了した。しかし、この頃には食料事情は改善していたため、農林省は農地として利用する計画を中止し、土地は放置同然となった。飛ば当局は、 農林省に干拓地の払い下げを申請し、1970年に飛ばし開発公社が44.5577ヘクタールを取得した。公社は1971年5月、鴨干拓地総合開発事業を開始し、安楽島町細田から起地を行い、そこで発生した土砂を干拓地へ盛り土した。1974年5月に盛り土を終えると、 公共用地と宅地の開発に乗り出した。関宅地は安楽島町及び船津町に編入されていたが、複雑に地盤が入り乱れていたため、住居表示を導入すると同時に、新町名、大民西町、大民東町を1981年に制定した。大民東町では、鳥羽中央公園、市民の森公園が大きな面積を占めているが、大民西町には、 公共用地は少なく、鳥羽高等学校グラウンド、鳥羽市立鴨目幼稚園、大民西公園と蕎麦市、中央公民館大民西文館を除く、大部分は新興住宅地として利用されている。鴨目幼稚園は1978年4月1日に新設され、同時に鴨幼稚園を統合する形で開園した。大民西町の北東端、1番1号に位置する。 飛ばショッピングプラザハローは株式会社飛ばショッピングプラザが運営するショッピングセンターで1978年7月19日に開業した。各店舗はイオン飛ば店で105銀行飛ば東支店が出店している。同支店は元飛ば支店市民の森出張所であり周辺人口増加を受けて1993年9月6日に支店に昇格した。 総数、世帯数、人口、大民は、干拓を計画した、小脇菊三郎の姓に由来し、大きく明けゆくようにとの願いを込めて、大民の文字を当てたものである。西町は、大民東町と対になるように命名された。大民という地名は、戸橋開発公社が農林省から鴨茂干拓地の払い下げを受けた1970年頃より使われ、はじめ、 1981年に正式な地名として採用された2015年の国勢調査による15歳以上の就業者数は287人で、第1次産業が1人、第2次産業が51人、第3次産業が235人となっており、産業別では、多い順に宿泊業、飲食サービス業、卸売業、小売業、製造業、医療、福祉、 建設業の順になる。2014年の経済センサスによると、大民西町の全事業所数は76事業所、従業者数は403人である。具体的には、卸売業、小売業が24、飲食サービス業が16、生活関連サービス業が9、建設業が7、医療業が5、製造業が3、教育、学習支援業、サービス業が 各2、放送業、銀行業、不動産賃貸業、管理業、専門、技術サービス業が各1事業所となっている。全76事業所のうち51事業所が、従業員4人以下の小規模事業所である。2014年の商業統計によると、商業地区、鳥羽ショッピングプラザビルの事業所数は12事業所、就業者数107人。 売り場面積4280平方メートル、年間販売額20億6500万円で、事業所数以外はいずれも飛ばし最大の商業地区となっている。大民西町には、鉄道は通っておらず、最寄り駅は、近鉄島線島赤崎駅である。島赤崎駅から大民、西町まで徒歩で3の10分程度かかり、鴨モバスとバ二崎線で結ばれている。 2019年現在、大民西町には、カモメバスが乗り入れており、ハロー、鳥羽高校前、市民の森の3つのバス停がある。路線バスとは別に、2002年9月6日より、鳥羽ショッピングプラザハローが市内12路線の無料送迎バスを自主運行している。大民西町から見た安楽島大橋、ありがとうございます。